毎度、セイディです。KOF98、アルティメットマッチオンライン実況やっていきましょう。今回は、今日からですね、ST キャッチャー来てるんですけど、この中身が2代目ミスター空手 MIA とデュオロンと、で、キング13がね、来てます。で、キング13に関しては、今日から初めて解禁されるストライカーなんで、まあ、キング13ストライカーの能力をね、今回、見ていこうと思います。で、同時にダイヤ消費ボーナスで、今日から切り替わってるんですけど、この内容も ST になってますから、今言った3社の ST になってるんで、まあ、キングね、考えられてる方は結構取りやすいんじゃないかと思います。では早速ね、能力見ていきましょう。はい、ではキング ST ね、能力見ていきます。キング ST に関しては、星の数で数値が変わっていくんですが、星3から星7で全然ね、数値が変わります。星が高ければ高いほど強くて、星7が最大になってますんで、まあ、その辺を踏まえて見ていきます。まずね、白、解放ですね。これストライカー、ST 魂100個で解放できます。で、このキング ST は一列攻撃で、バフがですね、ダメ増と攻撃力を 25%、 必殺技ダメージを 30% 増加します。で、クリティカル率が、星3で 40%、 星7で最大 60% まで、増加します。で、パッシブ習得後は、登場時に必殺技耐性、スキル耐性を 15% 増加。まあ、早速ね、攻撃的なバフが結構ついてますね。ダメ増、攻撃力、必殺技ダメージ。で、クリティカル率も星が高ければ高いほど、でかいので、最大で 60% なので、結構ね、クリティカルも出やすめの格闘家になってますね。次、能力緑は、これかな。能力緑にすると、これ50枚必要ですね。50って書いてるのは50枚必要って意味ね。で、1番枠のストライカースキルを解放できます。で、緑にするとデバフがつきまして、メインターゲットの怒りを200から400減少、星ならで最大400まで下げます。で、クリティカル減少率が、15% から 35% 減少一旦ですね。で、パッシブ習得後、登場時に、戦闘終了までダメ増ダメ減を 25% 増加。このバフは戦闘終了までつくバフなんで、もう登場した時点で永続っていうことになってます。で、このデバフは無効化はできるんで、まあ、無効化できるキャラに対しては効かないっていうことなんで、まあ、そこそこの能力っていう感じもします。で、次に青見ていきます。ストライカースキル青にすると、2番枠のストライカースキル解放。で、ストライカー回数が1回増えます。で、ストライカースキルダメージが 10% 増加。で、今回の攻撃はガードスキルガードが無視になります。なので結構ダメージをね、与えやすくなってますね。で、後列のターゲットに対して追加ダメージを与えるんですけど、これが最大 HP の 12% から 20% の追加ダメージなんで、星7で 20% 与えれますので、まあ、これはぜひね、星7にしておきたいですよね。20% まで上がるとかなりでかい数値になるので、で、これちなみに無効化不可能ですから、で、これ後列っていうのがポイントで、後列に対して最大 HP の 20% を与えていけるのであれば、かなり強力なアタッカーにね、なってくると思うので、ぜひね、キングストライカー使うときはぜひ星7にしたいかなっていうね、感じもします。で、次紫にすると、3番枠のストライカースキル解放。で、ストライカースキルダメージがまた 10% 増加します。で、ターゲットのバフを打ち消します。これメインターゲットって書いてないんで、両方ですね、前後一列必殺なんですけど、前後の敵の両方のバフを打ち消すことができます。で、メインターゲットの行動制限無効率を 45% から 65% 減少。まあ、これもね、やっぱ星7やったら 65% まで減少させるんで、かなり強力なデバフになります。ただしデバフ無効化はできますから、これも無効化不可能ではないんで、まあ、そこがポイントかなとね、思います。結局無効化されると意味ないんで、まあ、あんまりね、これも過信するものではないかなっていう感じもしています。で、次黄色がですね、黄色にすると、1ターン目から参戦可能になります。で、ストライカースキルダメージを 10% 増加。で、HP パーセントの最も低い味方2人の HP を最大 HP の 20% から 28% 回復します。これはやっぱ強いね。これあのダメージに依存してないので、結構こう与えたダメージの何パーセントとかいうね、そういうストライカーはいるんですけど、このキングに関してはダメージに依存してなくて、HP 最大値の 20% から 28% もうこれ完全にもう決まってますから。で、星7やったら 28% まで回復できるし、で、さらにこれ最も低い味方2人なので、ここがかなりね、強いポイントで、
まあ、弱ってる味方2人を助けるっていう能力になりますから、これ星ならやったらストライカー出すために 28% 回復していけるんで、やっぱこの能力非常に強いなと思います。まあ、黄色にした時の追加効果がこれだけなんですけど、これがやっぱ強くて回復できるっていうのは非常にね強力ですよね。特に 28% までやっぱ上げておきたいかなっていうね感じもします。非常にこの能力は強い。ではいよいよ最後ね、赤ですね。キング ST 赤にするとどうなるのかというと、まず解放がね100枚いります。最後赤にするとき100枚いります。でストライカー回数がプラス1、ストライカースキルダメージが 30% 増加します。ここでいきなりグンってね 30% 増加するんで、ダメージも跳ね上がりますよね。10% って来てたんですけど、最後でいきなりグンってね 30% 上がります。で必殺技が切り替わります。あの SMAX のベノムショットに変わりますね。ダブルストライクからベノムショットに切り替わります。でターゲットに攻撃力の 200% から 360% 分の追加ダメージを与える。でこれ無効化不可能です。これがやっぱねかなり強力。これね星ならの 360% まで行くとやっぱりダメージがねものすごい出ますよね。 360% って3倍、 3.6 倍ですからね。なのでかなりね攻撃的なストライカーやなっていうね印象ですね。もともとねあの後列に対しては HP の追加ダメージがあったんですが、これに関してはターゲットなので両方ですよね。前後のターゲット両方に攻撃力の追加ダメージが入るんで、やっぱりね育成をしっかりしておきたい。星ならかつ育成をしっかりしていたらダメージもしっかり取れるストライカーになっています。でここからがね能力赤の醍醐味なんですけど、自身の星の数に応じて以下の追加効果を獲得。まあ、星が高ければ高いほど能力を得るっていうねことになります。で星4の場合はクリティカル率が 30% 増加。もうすでにねクリティカル率増加してるんですけど、さらに 30% 増加するんで、かなりねクリティカルが出やすくなってますね。結構攻撃的なストライカーなんですけど、このクリティカルが出ることによってさらにダメージをね取れるかと思います。で星5にしていたら自身のすべてのデバフ効果が無効化不可能になる。これ来ましたね。今まであったデバフ効果いろいろあるんですけども、この行動制限無効率減少とか、この追加ダメージはもともとね無効化不可能なんですけど、こういったデバフですね、緑の時のデバフ、クリティカル減少率とかね、こういうデバフ関連が全部無効化不可能になるんで、まあ、やっぱりね赤まで上げたいかな。でこれ星5でその条件を満たすから、やっぱりねこれ赤までしておけば、まあ大体星5はねあると思うので、まあここはね必須かなと思います。で星6が味方ランダム4人の怒り回復速度を 10% 増加。でこれが一旦打ち消し不可能で、これ 10% なんですけど、これ4人なんでやっぱりサポート能力に長けてるなっていう感じも、します。まあ、10% といえど4人のね怒り回復速度上げるから、必殺を2回打てたりする可能性も高まりますよね。なのでこれもなかなか強いねサポートのデバフになってます。で星7にしていた場合は自身のダメージ倍率を 15% 増加します。倍率そのものを上げるんで、元々のこのダメージを底上げしていくっていうことになりますから、まあ、ほんまに星7にしておけばもう火力をどんどん取れるっていうね内容になっています。はい、キングストライカーね総合評価ですけども、やっぱデュオロンにちょっと比べてしまうところがありまして、まあ、前回デュオロン来てるんですけど、やっぱデュオロンがねぶっ飛んで強くて、このストライカー回数も最後プラス2になるんですよね。まあ、デュオロンがちょっと異常やなっていう部分もあるんですけども、まあそれと比べてしまうとね、やっぱ劣るかなっていう印象もあります。まあキングこれダメージはねしっかり取っていけるとは思うんですけども、まあデュオロンもそれ同じで、結局デュオロンも ダメージ取れるし、バフデバフも強いし回復もできる。で一番強いんがやっぱねデュオロン状態上解除持ってるんですよね。でこのキングね状態上解除があればかなり強力やなと思ったんですけど、やっぱね惜しいことに状態上解除がないんですよね。味方の HP 回復っていうのはこの黄色の能力でねつくんですけど、結局 HP 回復もデュオロン持ってますからね。まあデュオロンがちょっとね頭おかしいっていうのもあるんですけども、どうしてもやっぱデュオロンと比べてしまうし、実際に今、2代目ミスター空手とデュオロンとキングの3択なんですよね。なのでまあそうなると、それやったらデュオロン育てるわっていう風になってくるんで、まあこのキングに関してはね星7にするのはまあ必須として、
ダメージはね、ただし、デュオロンより出せる可能性も全然あります。で、攻撃に対して強いから、まあ、ダメージに関してはデュオロンよりもね、期待値は高いと思うんですけども、まあ、総合的に見ると、ね、そこまでかなっていう感じもね、しますね。まあ、状態上解除持ってたらっていうところかな。あとやっぱストライカー回数もね、3回しか出てこないんで、まあ、デュオロンが4回出てくる時点で、まあ、それやったらデュオロン育てるわっていう風になると思うんで、まあ、決して弱いストライカーではないんですけど、もちろんね、強い部類のストライカーなんですけど、まあ、デュオロンと比べてどうなのっていうところなんで、まあ、結局そういう評価になってしまいますよね。まあ、ちなみに得点で評価するとしたら、まあ、デュオロンストライカーが100点満点中ね、まあ、95点上げてもいいでしょう。まあ、デュオロンに関しては今最強のストライカーなんで、デュオロンが95点としたら、まあ、このキングはね、83点ぐらいかな。MIA が、MIA もね、同じぐらいかな。僕の中ではこの MIA とキングは同じぐらいに、思います。これ状態上解除があればね、90点ぐらいはついたと思うんですけど、やっぱ状態上解除がないっていうのは、ちょっとストライカーとしてはね、1ランク劣るのかなっていう感じも、しています。しかしこの星7にすることによってしっかりこうダメージは取っていけるし、このバフとか回復効果非常に強いんで、まあ、その辺がこう考慮できるポイントなんかなとも思います。あとね、今ラッキーボックス来てるじゃないですか。で、そのラッキーボックスの破片の交換にこのキングがね、いるんすよね。なので星ならにね、しやすいっちゃしやすいんすよね。まあ、そこ考えるとね、結構ありなんじゃないかともね、思います。まあ、ダメージはもちろんね、しっかり取っていけるんで、デュオロン育ててなくて、キング育ててたっていう方もね、いっぱいいると思うので、まあ、そういう方はこのキングストライカーはね、全然いいんじゃないかとも思います。で、あとは参戦してからね、踏ん張りも3回あるんで、まあ、結構ね、場持ちもするんじゃないかっていうふうに考えてますので、やっぱ育成必須かな。使うんやったらやっぱ育成をね、とことん上げてるキングを使ってあげるのがいいんじゃないかというふうにも、考えてます。まあ、そんな感じですかね。まあ、ラッキーボックス考えると星ならにしやすいかとは思いますので、まあ、考慮してみてもいいんじゃないでしょうか。では今回はキング ST の解説ということでこんな感じで終わります。またね、キング ST 入れる方がいたら、ぜひね、戦ってバトルもしていこうと思いますので、よかったらまた見てください。では、ご視聴ありがとうございました。